はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、楽天モバイル1円でね、投げ売りしている楽天ハンドね、これについてその安い理由、ちょっとね皆さんが納得できるように説明したいと思います。で、楽天モバイルといえば、まあ、あのパンダ Wi-Fi もね、1円ではね、契約してくれればあの1円で手に入る。でもこれが便利で使いたいよねっていう人もいるし、あとあの使いたい放題でね、日給パの消費税っていうと、まあ、結構安い方なんだよ、使いたい放題で。だって、SIM 単品でレンタルで借りたとしても100ギガでだいたい3000円は超えてるんで、それ考えるとね、これ1円でもらってって、結構だからその消費者のことを考えると、そのこのポケット Wi-Fi ってもともと楽天のやつってオリジナルで作ってないっていうか、あの片遅れのしょぼいやつをね、ちょっとロゴだけペッペってやってカスタマイズして出してるやつなんで、問題しょぼいんだよ。だからこれもあのゲーカーなんて知れてるんだよね、本当。あの日本円で皆さんの価値で考えると、あの200円300円ぐらいであのできちゃうね、それぐらいのもんなんで、本当。ただ付加価値なんだよ、付加価値。要はそこの作って注文して作ったところ の, あの中国の方のね、人件費とかね、あの、まあ、材料代ただみたいなもんだけど、あとはあの輸送費結構お金かかるんで、まあ、それをあの割り振ったりしてね、だあの、まあ、この中にあともうほとんど 90% が利益なんだけど、あのその価値があるかないかっていうと、まあ、微妙なところではあるよね。じゃあスマートフォンでどうなの、ね、あの楽天ミニにしてもハンドにしてもね、ずっと1円ばらまきやってるよね。でビッグはなんで1円でやらないのっていうと、そっちを1円でやったら、あのこの格下のミリ波に対応してないね、こっちの方がじゃあいくらにしたらいいのってなっちゃうでしょ、結局ね。そんなわけで、まあ、ビッグは値段があって、いやいや、定価を安くすればいくらでも1円ばらまきできるからね。でそんなわけで、まあ、有機 EL ディスプレイを使って、まあ、本当にあの Android としてカメラの機能もあるし、いやこれが1円って安いよねって皆さん思うでしょ。いや思うかもしれないけど、これがね、例えばあの自社ブランド以外、例えば Xiaomi とか iPhone とかを1円で、あ iPhone やってたねiPhone1 円でやってたよね。あれはあの契約上こんだけ飛んだけどなんだって、あのもう売れねえしっていうのは、あれはバラガキで、あれも失敗しまったと思うんだけどね。この他のものがね、なかなか同じようにいかない。じゃ あの楽天のオリジナル端末ってなんでそんなにいつも1円でねポコポコやってるのかっていうと、そこにはちゃんと理由があるんです、これはね。でキャリアだからできるんです、キャリア。あの一応楽天モバイルキャリアなんだよ。で自社キャリアで楽天グループにいろんなものを抱えてるよね。で過去の例で言うと、例えばあのソフトバンクにしてもね、ソフトバンクエア、あれを無料でばらまいてたじゃん、ね、電源入れてくれたらあの返してするみたいな感じで、入れなければお金借りませんみたいな感じであのばらまいたじゃん。だってあれだって原価が数百円かかってるものだし、であの輸送費とかね、まあ、いろいろ考えると、まあ、1個あたりコストがかかっているのに、それをただでぶわーっとばらまいてね、でぐわーってね、もうボロ儲けね、縛りだらけでボロ儲けね。だからね、本当あの巻き餌っていうのは大事なんだけど、ああいうソフトバンクエアよりももっとえげつないこれね。でまあ、一応ね、あのおじい今起動して、もうこんだけしかアプリないんだけど、何もないんだけど、これ到着した時にどういう状態で届くのかっていうと、1画面だけではなく4個かける何個 ?5、6 列ぐらいプラス次のとこのほとんど4分の3ぐらいまでが楽天なんとかっていうので埋もれてるんだよ。わかる？楽天銀行、楽天エディ、楽天ブック、楽天市場、ね、あの楽天ミュージック、ね、あの楽天証券、ね、
あの楽天なんとかってわけのわからないのものがそんなにいっぱいあったのっていうぐらい50個ぐらい入ってる。そうでしょ。これ見て届いた人びっくりしたでしょ。いろんな端末を買うと、ね、まあ、Google 系とか、あとなんかキャリアのものを買うと、キャリアのものがくっついてくるじゃん。うっぜえなって。だからキャリア版って買いたくないわけじゃん。ね、SIM フリーの普通の買うわけじゃん。でもキャリア版買って、ソフトバンクにしても何してもね、いろんなものがくっついてくるけれども、いやー、2ページ目までぎっしりっていうさ、楽天なんとかっていうのがほとんどくっついて、Google 系はフォルダの、団子になってベンって押し付いてあるって。だったらお前らの楽天のやつも1個の袋の中にベンって全部押し詰めとけよっていうね。もう全部楽天なんとかなんだよ。だからおじいもこれね、届いたら速攻でね、削除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 で削除して、で、あと削除できないもの、楽天リンクとか、マイ楽天モバイルとかあるじゃん。それは無効化ってやって、で、なるべくメモリを開放してっていうね、こんな感じで、シンプルにこうしてます、今ね、楽天と関係なしに。で、まあ、電波はね、まだ無効化しません。キャリアを消せば、消すことができるんだけど、一応、1回線使おうかなと思ってるので、あと、消毒検証とかもね、やってみたいので、なので一応これはねガチンコで使おうかなと思ってます。ね、で、いろんなものが触ればアプリがね、なる。あと楽天を契約するわけなんで、楽天リンクにバーッとあんだけの機能があってね、で端末を1円で1円だからってみんな飛びつく来る、実際に開通するね、いろんなものがもう連動してみんなログインログインでそのまま。おじいもだから消す前に見たら、なんか楽天ポイントか、あれカードで持ってたけど、こうやって全部もうログイン連動しちゃって、だ楽天なんとかが全部みんな連動してログインで、もう簡単にそのまま使える状態になってた。ね、あれや、ね、これは便利だなってね。いつも楽天ポイントは、ああ、もういいですって言いながらね、牛丼買いに行っても、あっち行っても、あとガソリンスタンド切りに行ってもね、ポイントか、ポイントねえよって言って、楽天カードはダメみたいな、ポイントはポイントなんだよっておじいってこれ言ったでしょ。で、それがこれがあると、ね、腰も茂りでピッてこうできるわけだ、楽天ポイント。あ、これかと思って、ああ、これなんだ。じゃあ、これを、これで楽天ポイントを入れていけば、ピッてポイント貯まるんだ、ガソリン入れてと思って。この間さ、ガソリン、ほら、入れろって出てきたから入れたんだよ。でさすがに満タンにできなくて怖くてやめたけど、なんか40超えたんだかな、40ぐらいしかあんないやつなんだけど、なんかまだプチッと止まんなくて、でもう早送りじゃん。で5,700円ってなって、お、もうまだプチッこないで、もうやめるよっつって途中でさすがにやめたんだけど、まあ、スープラに比べればね、1万円で満タンなんねえからまだいいけど、あれ80ぐらい入ったから確かね。まあ、そんな中で、楽天ポイントピッてやると、ポイントが貯まるんだよ。ね、だから今までもったいないわけだったけど、まあ、これで貯まるんだったら、ね、1個、今使ってるペイってやつ、これにしようかなと思うけど、ファーウェイのピーサティライトは、とにかく長持ちするんだよ、バッテリーが。でこれで長持ちしないよね、おそらくね。だからね、今考えてる、軽いし、まあ、P30 ライトの方が軽いけれども、でもスリムだし、まあ、落としやすいよ、こっちはね、丸くなってて、まあ、でもなんか使いやすさはいいので、まあ、ペイで使ってるのをこれにしようかなと、 P30 ライトからこっちにそろそろ移そうかな、どうしようかなって今ちょっと考えたりして自分がいるんだよ、本当に。結構画面綺麗だし、おいいじゃんと思ってね。で、そこのところにおじいがもうね、糸にはまろうとしてるわけです。ね、あとこれで、あ、楽天銀行とか、あ、そう、アプリあったんだ、みたいな感じで、こうやってできるわけだし、ね、なんかいろんなものがみんなログインで使いちゃうから、なんか余分なもんやっちゃいそうじゃん、なんか楽天証券とか、ね。そういうのをみんな狙ってるんだよ。楽天市場もアプリが入ってるし、ね、でリンクとか入ってくると、なんだかんだ案内の CM みたいなのがいっぱい来て、ブレンブレンで来て、
だからこんだけのものがいっぱい入ってるから、これをねビラ巻きとかやったらすごいお金かかるし、こんだけ50個ぐらいのアプリの、宣伝をね CM でやろうと思ったら何十億かかるかわからないし、ね、でそれが、ね、その人件費とか広告費もねべらぼうなものを使わないでこんな、ね、しょぼい端末をお客さんの方から1円ってやったらね回線と一緒に注文してくれて取ってくれて使ってくれたらもうそのアプリ入ってもうラッキーだよね、こんなものがありますよっていう CM になる、50個ぐらいのアプリので、あこんなのもあるんだ、楽天こんなのもあるんだ、ポイントがあったこれ便利じゃんみたいな感じ でそうやってハマっていくんだよ、その入り口なんだよこれって。あれもそうだね、女の子がなんかこうやってゲームなんかやってね、でなんか変なゲームの中のイケメンにハマってリアルと同じぐらいね月何百万見つぐってね、なんかテレビでやってたよね、本当ね、ああいうきっかけ何気なくやったなんだよ。おじいもさあれそうじゃん、パズドラね、なんか流行ってんのっつって、おなんか面白いじゃんっつってね、おじゃなんかね怪獣欲しいからね、ファミ通のなんだか買えばね、それになんかついてくる2つぐらい、おおじゃちょっと買っちゃおうかな、もうハマってんだよそれで、無料で遊んで本買っちまったとか、まあ、これぐらいだったらちょっと買っちゃおうかなとか、もうハマっちゃうね、だそんなものやんなきゃいいのに、だからね本当ね、ただより怖いものはないね。まあそんなわけでね、まあおじやのスッキリも楽天なんとかもう楽天リンクも前楽天モバイルも何もないよ、楽天なんとかって名前がつくものは楽天のものは一個も残ってない、ね、で本当今までの携帯電話とかキャリアのものって消せないっていうものがあったんだよ、いっぱい昔はね。でも今は消さなくても無効化にできるし、こんなにすっきりなったんで楽天なんとかっていうものが一個もなくなったんで、いやいいじゃないのっておじは思ったけど、ね、でも普通に考えてみるとただでさえね1万9001円で売ってるけど、この値段で買ってくれたら儲かるよっていう値段なんだよ。ただたくさんの楽天なんとかのグループのいろんなものがあって、それの広告をね見てくださいとか、だからほらバナーでいくらとか、これを何秒見たらポイントがあるでしょ、だお金払ってでも見ていただきたいので、それぐらい広告っていうのはお金がかかるもんなんだよ。でそれを50個ぐらいのこんな2ページ目まで行くようなアプリを詰め込んで、それをもらってくれ、ね、街頭で もらってもらいたいぐらいもん、だからショートバンクエアと同じような感じで、もらってくれもらってくれもらってくれ、それを人件費かけてやったらとんでもない金額かかるじゃん。それが1円ってやるとお客さんの方から申し込んできてくれるんだよ、でしょ。だからこれはキャリアだからできるんだよ。でこれが例えばシャオミのねレドミノート10とかね11とかを1円ってやって、でキャリア化ができなくて、で楽天なんとかが埋め込めなかったら、これただただお祭りの呼び込みだけじゃん、メリットがすごい薄いんだよ。で自社の端末だからこそもう好き勝手詰めたい放題詰めることができる。だから他のさアップルとかさ他のアンドロイド端末、楽天バージョンはこんなに50個ぐらい楽天なんとかで生まれたら引くでしょ、さすがに。そう思わない？引くよ普通の人は。でそれが許されるのが楽天のオリジナル端末なんです、これがね。だからこれはねお金を出してでも渡せばいっぱいハマってくれる人がいるんだよ、わかる？ね、麻薬中毒と同じだから、必ずちょっと何気なくいじってハマる人もいるんだよ、ね、だから何にしても登録にしてもね、投資にしても何にしてもそうなんだけども、
かけぐらいはこっちで作ってあげるなんだよ、ね、それが儲かる元なんだよ、ね、だからあの損はしてない、ね、損して得取れって言うけども、これ会社でやってるから経費なんだよこれね。でその楽天損じゃんしてもその経費をあの計上できるんだよ会社は、向こう3年間赤字をね。だから会社としてはいろんなものの利益があってもその雑草処理とかね、いろんな経費がマイナス分があるわけじゃん。だからそれをあの相殺して税金払ってるわけだからね。だからどうせ利益をね国に払うぐらいだったら、だったら国民にばらまいて喜んでもらった上で宣伝はね、こんな50個ぐらいの楽天なんとか一個一個 CM でやってたらどんぐらい何兆円かかると思う。それをただこればらまくだけで渡せるんだからいいお話なんだよこれ、ね、だからみんなこれねあの安い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 って言うけども、安い代わりのものをしっかりと受けているってこと、ね、そこを忘れてはならないよってことなんだよね本当。だから本当あのこんだけのものの楽天なんとか見たらね、こういったものがいっぱいあるわけだから本当ね、そのおじいみたいに全部消しちゃって、おじい関係ないよ消しちゃったらへーって言っても、それをやる人って全体のどれぐらいなんでしょう。少ないんだよ本当、少ないんだよ、ね、だからね一個一個消してる間にこれなんだろうっつってログインしちゃって、あポイント出たとかってやってたから、あと思ってハマったと思って、だおじいがやっちゃうぐらいだから絶対他の人もやっちゃうんだよ、ね、そういうもんなんです、ね、はい。そんなわけで、まあ、おじいはねあと白と赤申し込んでるけど、赤は確実に来るけど白がちょっとこれの印象はね、あのおじいが、ね、寝てそうな感じだったんで却下されそうな気がするんだよね。白欲しいんだけどな本当、ね、はい。そろそろねこのこっちの方のただね、あのマクロも綺麗って書いてあったけど、このマクロが分かんねえんだよ、これねどこにあんの、5G の詳細を見るで、これねおじいが期待してたのが、もうちょっとちっちゃくすると、このね光をコントロールはねうまいね本当に。これもね確かにこの HDR は本当ねいいよ、悪くないよこれ。マクロがあったの、マクロ、マクロこれ、近距離撮影が可能、近距離撮影が可能って書いてあるのに近距離撮影がねどうやってやんの、その近距離撮影がうまくできないんだよ。何センチまで近寄るの近距離って。でそれがスペックを見てもそのデジカメみたいに何センチまで寄れるっていうのがないんだよ。ほらデジタルズームは5倍フロントカメラはデジタルズーム2倍。ほらないでしょ。あ、ハイレスオーディオ対応、え、ハイレスオーディオ対応なの、え、今これ撮影するのもハイレス対応だった、ちょっと待って、楽天ハード、え、そうなの、
半導も対応してた？いや知らなかった。その他、あ、ハイレゾーディオ対応だ。あれおかしいな、おじフラッグファイルをさ入れた時に再生できない可能性がありまして怒られたんだよ。なんでてっきり対応してないもんだとばっか思った。ハイレゾ対応してんのこれ本当？じゃあ音楽聴いてちょっと聴いてみようかな。本当？だこの、ね、そうそう、マクロ撮影、そうマクロ撮影が、だってもうこれボケちゃうじゃん。だって近距離撮影できない、こうボケちゃうよ。ほらほら近距離で撮影できないじゃん。これぐらいじゃん。近距離っておじいが近距離って1センチだからね、近距離って。で全然ボケちゃってるもんな。だからこれは1センチまで寄せるんだけど、高いやつは20センチぐらいしかいけなかったけど、でムービーでもそうでしょ。これぐらいだよね、多分ね。ここだとピンとこないもんね。ね、ピンとこないもんね。うん。だからそんなにね、マクロの世界もって言うけど、本当。何センチまで寄れるか書いてないんだよ。だおじいはそこがすごく興味津々だったんだよ。近距離撮影が可能、マクロの世界もくっきり、マクロの世界もだってズームするってことか。だってマクロモードがないもんだってカメラみたいに。マクロのモードがないもんだって。タイムラプスに夜間に、スローモーションでしょ。だってマクロないもん。まあ唯一だからに、ここだとボケちゃうか。まあこれぐらい寄れるけどね。あ、ボケちゃう。フォーカスロックできないのかな。これぐらいまで寄れる。これぐらいの大きさのためにはどこまで寄るのかっていうと、これぐらいだから。まあ、10センチぐらいはあるかな。もうちょっと寄れるか。これ写真のモードにしてもだって寄れないもんね。これ誰か教えてくれる？どういう意味のマクロだったんだろう。あ、シャープに来る。カメラのモードだと、おお、すげえシャープに来る。そういうこと？あ、すげえシャープに来る。そういうことでした。
これが10まで寄ったのと、ああここだとピント合わないもんな。ズームなしだとこれは、ズームなしだとこれぐらいで、ズームして撮るとここまで、あ確かに写真撮るのには寄れるね。綺麗だね結構ね。ほら綺麗だね。カメラ悪くないよこれ。あそう、まあ写真だけでもまあこれ撮れればいろいろねサムネ撮るのにちっちゃいものを撮れるんだ。あいいじゃんこれ。うーん、あいいよ、許すね。はい、そんなわけで、マクロの世界も、まあ、くっきり鮮やか撮れるんで、ね、まあ、よしとしましょう。はい、そんなわけで、今回のお話はね、本当、何のお話忘れちゃった。何だっけ、そう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 。ね、1円でばらまいてるけども、楽天モバイルとしてはね、損はしないよってことなんで、プラスとメリットの方がね、大きい。これが商売っていうもんなんだよっていうのはね、消費者の皆さんにもご理解いただけたかなと思いました。はい、暇つぶしになった方はグッドボタン押しておいてちょうだい。おじいは今からね、薬局に行ってカレーヌードルを買ってくる。食べたい。やっぱり、ね、値段上がっちゃったけどカレーヌードルが食べたい。定期的にカレーヌードルとコーンの入ったキャベツ、ね、100均写真ぐらいだったかな、あれ美味しいんで、うん、それを買ってくる、ね、そしてあとお芋食べます。以上です。またね、バイバイ。